労働者のストライキ。軽ヘリで追っかける。リーダーと話すだから、これ防衛かもね。ありそう。あれリーダーの周りスカスカだな。オッケー、今行くわ。とう。上から来るぞ。来て。到着。ああ。着地失敗。え、この人がリーダー。そう。あれ消えた。当然だろう。奴隷になりたいやつなんていないさ。連中を排除すればこの鉱山から出ていくと。リーダーが目の前から後ろにワープしたんだ。取り残らず殺すってなら話は別だが。できればそうしたいがな。だがあんたが家族をまとめて逃げるくらいの。あれ。で会話が勝手に切られたんだけど。なんだそれ。リーダー、あれリーダー、あれリーダー、リーダーちょっと待って、瞬間移動してるんだけど。あ、でも話が終わったことになってるということ。まあ いや近いわ。ああ俺はどこで行く。ヘリ乗んない方がいいと思うな。すげえ近いよ。そんな近い？本当だ。バレるよそこ行ったら。俺はバレたくない、バレたくない。しょうがない。でそこもバレそうだけど。おいバレてる。だから乗るなって。死んでるし、お前は一体何がしたいんだ。こんな短距離でね、そりゃヘリに乗ってね、こんなところカルテル分かりきってるのに、ヘリに乗ったらバレるに決まってるでしょ。いやいてててて。で敵がまだまだ来る。動画の撮れ高のために。バーンチ。そこまでしてくれるなんて。いった。あースナイパー。うわ見えない。だこいつらを排除しないといけないんだ。うん、その黄色いのを倒せばいい。あ死んでる。オッケー。あれまだいる。うん、1キロ。1キロ。さすが相棒。わら今日は大丈夫だ。大丈夫だが弾が欲しいな。こっちも大丈夫だ。少し苦労したな。銃撃戦が嫌なら平和部隊に入るんだな。さてこの部隊排除だからバレないように行きたいな。炭鉱。反乱軍にエリアの偵察。また敵だ。三人目がいた。あ、でも結構ばらけてんな。スナイパーにも近いよ。こいつをやるわ。うん。
プレッサーついててもやたら音がでかくて3人目を発見、5人目のターゲットだ。と特定の部隊はどれだ？それよくわかんないんだよね。でもここのどっかにはいる。機銃を確認。あ？え？あ、反乱軍。反乱軍か。また反乱軍喧嘩売るから。でちょっと爆発ドローンで。電源装置壊しとこう。オッケー、これで呼べない。オッケー、で、いったー。オッケー。あ、もう一人いる。近くにもう一人いる。ああ、それ捕まえてどうすんだよ。これで粉を白くするのは難しくなる。オッケー。南岸港は浄水にも使われてる。他の方法でもできるだろう。どうせペットボトルの水しか飲んでなかったし。士官を殺されたユニダットはスキルポイントがある。スレーニョもユニダットと和解するためにヤツを消そうとしてる。南蛮岩港の事業も通じた。あなたたちのおかげでエルウェイの世界は崩壊したわ。恨まれないといいんだが。直接聞いてみれば、エルウェイが生き延びたければもう私たちを頼るしかない。そして私は彼の持ってる情報が欲しい。奴はどこに？ユニダットが彼を追ってる。連中の基地に行けば居場所に関する情報が見つかるかも。簡単そうに言ってくれるな。悪魔のケツの穴に忍び込めって言ってるようなもんだ。ユニダットっぽいな。何かあったら連絡してくれ。悪魔のお尻をつつくのが好きなんだとばかり思ってた。ボーマンアウト。その前に回収しなければならない武器がまだ結構ある。あるよね。 MQ 取りに行こう。うん、俺が操縦する。あ、道路かと思ったらこれ滑走路だ。待って、大丈夫？滑走路敵いないかな。いや、ダメだこれとか。適当に、あー、降りれそうな場所がその辺じゃない。ここ。おお。ああ。ここでヘリを生かすのは無理だ。かかるかかる。ドローン展開。物資がある。反乱軍にエリアの爆薬注意。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。五人目の。ああ、ドラム缶ある。こじなめて撃つなよ。ほんとドラム缶当たっちゃうからな。敵グループが見える。そっちよろしく。うん、あとはんん、お後ろで湧くな急に。なんだろうな。今急に湧いたよね。うん、ビビった。貫通しろ、貫通しない。あ、すごい、今消火器の爆風で壁越しに倒れた、うん、なんだそりゃ。あ、で武器向こうか。向こうだった。ダメダメダメ。ハッピーにエリアの偵察。おお、あーもう、当たらない。ガバガバ。よし、武器回りは排除。オッケ
で、これがハンドガンの、ハンドガンの MQ だっけ。ここに武器ケースがあるぞ。うん。これでハンドガンコンプだわ。おお。ハンドガンだ。役に立つかもな。ハンドガンマニア。マニア。あの、さっき乗り捨てたヘリコプターまだプロペラ回ってるけど。まだ回ってる。 4.9キロ、 4.9 キロってこれどこだ。わからない。なんかまた着陸失敗しそう。新しい地域通らない。まあちょっとぐらい。あ、入っちゃった。これ次行く地域エスピリートサント。なんかもうこうやって見たらもうボリビアなんて草か雪かカルテルがいるぐらいの、うん、草そんぐらいの地域。あとちっちゃい集落があって、左上の方は塩だと、あの主塩湖があったり。あー難しい難しい。止まって止まって。でバック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 。やったな。オッケー。反乱軍に物資の場所を教えよう。はい戻るぞ。ん？新しい地域は踏んだけど、依然としてファストトラベル地点がない。なら先にストーリーミッション片付けちゃおう。あのカイマネスの合流地点が近いからカイマネスデルタ行こう。この湿地帯へまたやってきた。で、エルウェイね。濡れ衣作戦は成功ね。ユニダットがエルウェイを追ってる。先に彼を捕らえて、あ、これ。かくまってあげる代わりに、カルテルに関する情報を洗いざらい教えてもらいましょう。川沿いから行くのが早いわ。そうなん？ちょうどね、川に面してる。ちょっとマップを確認。ここをこう行って、こう行ってこうか、OK。待ってるかな？本当だ。これ登れるかこのボートで。いや岩ボコボコ。鮭のごとく登るしかない。無理だろう。無理だ。ああ、登りましょう。ああ、ユニダット満載。はい、ユニカス。トカン前線基地。忍び込むなんてクレイジーだ。忍び込む。クレイジー手当てつくだろ。戦闘手当て。クレイジー手当てってない。セリング量は割高だから。わけわかんねえ。おまけに広い。情報を探さないといけないんだ。だからバレたら本当にめんどくさいことになる。ちょっとバレないように先進むか。か。それがいい。ここの上の人たちは無視しよう。情報があるの向こうだから。あった。あった。あるけど。わあ。ある程度周り倒さないと無理だぞこれ。サブマシンが思ったターゲットがいる。誰？お、待って、近くに3人来てる。ちょっと来すぎですよ。あれ、ちょっと通過するの待つか。通過するっつってもこれこっち来るやん。え、ちょっと待って、行動経路。道的にこっち来るやん。何設置したお前。あ、待って、これ後ろから俺が一掃できそうだ。頑張って。
ケー。よし。上の敵がちょっと警戒してる。スルーしよう。おう。あとはあの中の敵2人倒せば情報は取れるだね。あでもなんかもやあるの。いやちょっと偵察しとくわ。うん。機銃を確認。反乱軍にエリアの偵察を要請した。ほう。あれどこにいるんだ。上か。あぶね。そっちから入った方がいいわ。これ奥やる。あーじゃん。かな。オッケー。よし。待って左側に敵が一人来てるからやっとくわ。オッケー。後ろ向き。後ろ？あー後ろ大丈夫そうだ。オッケー。よっしょ。よーしいただいちゃおう。ダウンロード。ユニダットはエルウェイの車に追跡装置をつけてる。おお、まだ奴らより先に見つけないと。行くぜ、このヘリだ。あ、動いてる。お、しかもこれ、もしやロケット付き？お、ロケットだ。これは貴重なヘリだわ。エルウェイでも吹っ飛ばしたらダメだからな。うん。いたエルウェイ。さあどう確保しようか。こっちの道路にやってくるから、ここの交差点で通せんぼしよう。殺してはならず。ちょっとこの車にも止まって。おやすみなさい。いただいて。はい、おやすみなさい。ちょっと車並べよう。そうだ、車並べよう。鉄壁、鉄壁。あ、もう来てる、もう来てる、来てる。来てんね、耐えたりしよう。あ、やべ。エルウェイなんか誰かと乗ってる。護衛だ。嘘。ヘリ乗り越えた。使えねえなヘリ。畜生。わ、しかもユニダット。ユニカス。ムシムシ、反乱軍に任せよう。任せたかった。こっち追ってきてる。反乱軍任せた。クソ、なんでついてくるユニダット。いや俺ユニダットなんとかするから確保して。きついな。え、スルーすんなよユニダット。ユニダットめっちゃ来てんだけど。待って待って待って、スルーしやがった。ユニダットをどっか奈落の底かどっかに落とさないと。あ、勝手に横転した。よしよしよし。本当だ。よし、エルウェイ追うぞ。よし、さっきから何回かタックルしてるんだよね。ちょっとスピードが、ちょっとどこ行って、スレミタックル失敗。さよなら。あと俺が追いかける。待って、あ、ミスト界になってるエルウェイ。LA なんか蛇行してんだ。あー、スピードが足りない。もっとパワーをくれ。そう、今だ。速いんだよその車。よし、降りた。おお。落ち着け。捕まえるのにちゃんとプロが来た。はい、やれやれ。遠いな。連行しなさい。 1.1 キロだ、たった。よいしょ。
っちユニだっていたんだよ、ね、俺今までうまくやってたんだぜ。岩を掘るのも得意だしな。鉱山で泥まみれになった大人たちが家に帰ってくるのを見て育ったから当たり前だ。ただ周りが社会主義とか共産主義のやつばっかりでな、いつも作業員を組織化するなんて言ってるけど何もできてない。共同体とかな。でヘルメットは何色にするかとかくったらねえことをいちいち多数決してる。違うシフトの連中を集めて多数決取るのがどれだけ大変かわかるか。サンタブランカがそうじゃなくてよかった。そして俺たちがビジネスなんだ。結果を出すことが全てだ。確かに鉱山は略奪したし利益は共有しなかったかもしれないが、あいつらの過去最高の利益をこのたったまだなんか喋ってる叩き出した。あの鉱山を生き返らせたのは俺なんだよ。ノマド何もリアクションしないのかよ。鉱山すげえよって話してたのに。そうかぐらい言ってほしかった。ああ中入ったの。オッケー。インタラクト。ミスターエルウェイ、本当にイケメンね。そうか。分かったぞ。こいつはスパイか。座れ。待てって。馬鹿にしてない。けどな、口は割らねえ。男らしく強がりたいのは分かるわ。でも、必ず喋ってもらう。残った部分を燃やすことになってもね。焼死体なら処分する手間も省ける。おい落ち着けよ。少しくらいなら話してもいい。落ち着けって。話すの早すぎでしょ。一瞬で折れてしまった。はい、さっくり確保。エルウェイ、新しい映像。文豪バルザックの言葉だ。家族を持つことは運命の人質になることだと私たちは似ているとエルヤヨに伝えた。私たちはいい年だ。新たな組織は作れない。新たな家族を作ることも。ボーマンよ、あなたたちがカルテルの供給網に与えた被害がまた成果につながりそうよ。何があった？ラグリンガとエルヤヨにコカインの純度を下げさせたことで価格が落ちてカルテルの評判もかなり落ちた。ご愁傷様だな。俺たちはどうする？ラグリンガは回収できたけど、今度はエルヤヨが自宅で監禁されたまま生産の管理をさせられてる。彼を合流地点まで連れてきて。かなりの抵抗を受けるわよ。警備してる奴らはヤヨが逃げようとすれば殺していいことになってるらしい。了解だ。おじいさんを取りに行くぞ。エルヤヨ、うん、の前に、ね、の前にこれエルヤヨでしょ。ここの地方まだパーツケースが2つあるんで回収しちゃおう。おう。あ？次任せろ、俺が操縦する。行くぞ。ここは何かいる？パッと見ない。まあヘリが止まってるからちょっとこの辺に止めておこう。よいしょ。というか道という道がないな、ここ。あ、なんかいるな。おう。お、何してんの？何を見てるんだ？3人目のターゲットがいる。まあいいや、やっちゃおう。ああ。なんだ？なんだ？なんだ？来たね、花火だ。それやったらヘリが爆発する気がしたから。やんなかったのに。オッケー。どの道大丈夫だった？武器ケースが。結構話してみたから大丈夫。回収。
多分これパーツとか武器とか全部回収したらトロフィー出そうだね。出るね、出るねってか絶対出るでしょ。はい、ピーチ点。とりあえず偵察しとく。ドローン飛行中、反乱軍にエリアの偵察をするよう。 OK、 突入するぞ。俺はこっちから突入しよう。うん、爆破準備完了。で、ダメージを受けた。待て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 、俺が死ぬ、俺が死ぬ。ちょっと後ろに下がれないんだもん。こちらノマド、聞こえるか。ああ、よく聞こえる。パックから、パックから通信が来てる。そこに行く。これ前にも来た通信だな。まずは、あ、エルスエーニュ、ちょっと待って。エルスエーニュに挑めるようになりました。ストーリーを最後まで進めることも、カルテルをさらに弱体化させてキャラクターを強化することもできますっていうお知らせが出た。ドローンで先に偵察させる。反乱軍にエリアの偵察を要請した。でフラッシュバーン。待って、こっち開けない、そっちから行くか。うん、あ、でも、このフラッシュバンちゃん、ちゃんと入らねえ。壁に当たる。眩しい、眩しい。ちゃんと入れろ。このフラッシュバン難しいから、マジで。ああ、死んだ。ちょ、中にもう一人しかいない。あ、そうなの。でもスポットしてあるから、場所は。あと1分もある。危ないところだった。あ、降りてきた。俺フラッシュバン投げるわ。うん、来い。フラッシュバンを投げる。ターゲットは入った。ユニダットが来てっつぞ。ハッキング。なんで。よくやった。オッケー。カルテルの通信を止めたことで反乱軍が動きやすくなる。で、もう一回上にパーツ。あ、反乱軍ユニダット倒してる。そうよ、我々のカルテルへの反逆は素晴らしい成果を出しているんだ。今後の任務では5回の破壊を少し控えてくれないか。カルテルを弱体化させるためには商品を破壊しないといけない。それが奴らの戦う理由だろうな。だが、ボリビアの国民もコカインのために戦っているだろう。ボリビアの未来はあの白い粉にかかっている。俺たちはサンタブランカを倒す手伝いをしに来た。その先のことは後で考えればいい。よし、エルヤヨおじさん、行ってみよう。エルヤヨはカルテルでの支持を失った。連れてきて、彼と取引をしましょう。ん？あれ、乗ってなかった。待って、これファストトラベルの方が早いね。エスピリットサントのチャーリー。